どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に、はい、北海道の冬景色を見ながらですね、ドライブトークということで、私運転しておりますが、まあもう雪はこれがピークかなっていう感じですね。これからどんどんもしかしたら溶けてって、まあ、降ったとしてもすぐまた溶けてっていう感じになるんじゃないかなと思います。まあ、2月の中旬ぐらいですけれども、今回もいらないものシリーズということで、僕が勝手にですね、これいらないんじゃないかと思っていることをただただ喋るという、そんな動画になっております。お付き合いいただけたらなと思っております。今回のいらないものはですね、サッカーのホームとアウェイの仕組みがいらない。はい、サッカー好きですか？僕は少しやってたっていうのもあって結構好きなんですよね、見るの。はい、まあ、やるのも好きですけど、で、まあ、今となってはあれかな、日本代表のまあワールドカップぐらいしか見ないですね。それも絶対見るかっつったらそこまでめちゃくちゃ優先順位は高くはないですけど、まあ、見たいなとは思ってます。ただ毎回こう見ててね思うんですけど、ホームとアウェイの感じあるじゃないですか。もうあれが納得できないですよね。あと、まあ審判が何人やるかとか、細かいこと言うとそうなんですけど、なんかそれが試合のこう結果を左右してるじゃないですか。アウェイだからなんかやばいみたいな、それってそのフェアなスポーツとして成り立ってないじゃんっていうのが個人的な意見なんですよね。だからあれはすごく平等にしてほしいと思うんですよ、うん、スポーツなら。だから日本はどっちかといえば若干こうなんだ不利な戦いをいつもしてるなっていうイメージがあって、そうだから、ちゃんとせいやって言ってるわけじゃなくて、それはどの国にも共通してると思うんですよね。自分の国がこうだからこうってわけじゃなくて、いやそもそも何それっていう。だから J リーグでもそのホームアウェイあるじゃないですか。僕は今でこそあんまり J リーグをこう見たりは、ね、しないですけど、そのサポーターの感じとか、そのマナーの悪いサポーターっていうのもいるみたいですね。だからなんかね、結局こういいものが出来上がったとしてもそこに群がる人が良くない方向に持って行ってしまう、この流れがやっぱりすごく好きじゃない。せっかく盛り上がってたのになんかだん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 こうああっていう感じになってしまう。だからサッカーもそうだなって僕の中ではあって、それであんまり見なくなっていったし、ワールドカップも絶対じゃなくなってしまってるんですよね。だから日本がすごく有利な感じになるのもあんまり好きじゃないんですよ。その審判の、ジャッジが若干その日本よりというか、まあそのなんだろうな、フェアじゃない感じ、それはやっぱり相手にもね失礼というか、日本はそんなずるいことはしてないけども、なんかねそこがあんまり見てて楽しめないです。だからどうにかこれをね平等にするしかないんですよ。するしかないんですよっていうか、多分無理なんだけど、まあ、それこそサッカーの開催地を要はその出場国じゃないとこでする、審判も出場国じゃない人出身の人にするとか、いやもうそれこそそれが結構難しいから、もう絶対こう神聖なるジャッジができる人をするとか、絶対なんか自分の国とか甘くするとかさ、相手を厳しくするとかって、なんか外人結構なんかろくてないですよね。なんか度が過ぎてるというか、いや明らかでしょっていうのを全然やるじゃないですか。すげえ不思議で、これは本当
それがサッカーですって言われたらもうそこまでなんですけど、だから、まあ、元日本代表の人とかね、まあ、解説したりするじゃないですか、前園さんとか。だからもう審判のジャッジが絶対でって言うし、アウェイだからねとかって言うし、なんかそれってなんか違うぞってまあ言えないんだろうけど、あの本音はあってもね、うん、だから今までこうサッカーで活躍された方がこう声を上げてその辺をね、あの見直してほしいなって、まあ、個人的には思ってます。はい、というわけで以上です。これから、仕事に行ってまいりますが、はい、洞爺湖の、湖畔通りですね、こっちは北側でございますが、景色を、見ながら行きたいと思います。まあトークは終わっちゃったんで、あとはちょっと音を消して、僕の CD 音源なんかを流しながら景色を、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、虹色映像この辺で終わりたいと思います。さよなら。Okay.